リスク、シャーペンズユーアップ、シャーペンズ、シャーペンズ、シャーペンズユーアップ、シャーペンズ、シャーペンズユーアップ、シャーペンズ、シャーペンズ、シャーペンズユーアップ、シャーペンズ。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回はですね、こちら。みんなで空気読み、つばえ、令和。やっていきたいと思います。前回空気読み1の方をやったんですが、今回は2ということでね、はい、着実にこなしていきたいと思います。まあね、私の空気読み力はもう皆さんご存知の通りだと思うので、今回もね、ささっとは空気を読んでいい感じにね、いろいろな状況をこなしていきたいと思いますわよ。ではやっていきましょう。空気読みサクッと、じゃあ普通に空気読みでやっていきましょう。ここは自由に空気を読んで良い空間。あなたが空気を読むことも止める人は誰もいません。たった一人で空気が読める夢の空間。心ゆくまでご堪能ください。はい。ということで、やっていきましょう。ガンガン空気読んでいきますよ。エアリーディング力。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を通れ。中断したいときはエスケープキーを押せ。はい。いつも通りのルールですね。はい。では、やっていきましょう。ペペーン。第1問。まあ、今回も第100問ぐらいまであるのかしらね。いよいよ新元号、発表を迫る新元号は令和であります。ちょっとアピールしていきましょう。はい。第2問。お前、あれですね。電車乗るときですね。あー、なるほど。これ好き。これ好き。よし、これで私だけになりますね。オッケーオッケー。第3問。はい、撃たれました。わー、あ、なるほど。そういうことですか。イェーイ、容赦はいたしません。容赦はいたしませんわ。これが弱肉強食。第4問。てててんててん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 。赤い車が来ないですけど。ああ。信号機だったんですね、私。気づくのがだいぶ遅かった。じゃあ俺が。じゃあ俺が。じゃあ私が。じゃあ俺がやるよ。どうぞ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 。イェーイ。これは様式日ですね。これは様式日です。崩すことはできません。途中経過。今回の5問は、そこはかとなく！やめてるっぽい！なんか、私ずっとそこはかとなくですよね。まあ、別に構いませんけど。別に構いませんけれども。はい。次、第6問。ラーメンでも食べよう。塩ラーメン、塩ラーメン。めっちゃ塩ラーメン押してきますね。気分的に醤油ラーメン食べたいです。ポチッとな。醤油、固め、油増し増し、チョモランマ。第7問。ごちそうさまでした。ふぅ。すやー。なんてことはやってられませんわ。帰ります。帰ります、帰ります。すすすすす。本当は揚げ膳もしておきたいところ。第8問。ヤンキー。じゃあ取るよー。みんな笑ってー。はい、チーズ。立っちゃった。立っちゃった。立っちゃった。第9問。フリスク、シャーペンズユーアップ。シャーペンズ、シャーペンズ、シャーペンズユーアップ。シャーペンズ、シャーペンズユーアップ。シャーペンズ、シャーペンズ、シャーペンズユーアップ。シャーペンズ、シャーペンズユーアップ。あ、すごい。増えてく。えらい。ゲームの限界を目指したい。よくこんなに入ってましたね。第10問。引っ越しのバイトです。運ばねば。よいしょ。重い方持ちますね。途中経過。今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。フリスク。フリスクあんなにいっぱい出てくるとは思いませんでしたが。第11問。てってん、一口だけあげる。わーい。ありがとうございます。おらーおらーほら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 全部私のですわ。全部私のですわ。
第12問。今日から1年生です。ずいぶんなんか、擦れた顔の1年生ですこと。キレン。え？カッカ。え？お主。はい。You。はい。上様。はい。お前。はい。何今の何ですか？状況がわかりませんけど。さっきの小学1年の子ですね。青。どのチャンネルも、これだ。これがいいです。これがいいですね。どのチャンネルもちょっと子供の教育にはよろしくなかった。第14問。イエロー参上。3人揃って3レンジャー。では行くぞ。なんか普通にでは行くぞできたんですね。第15問、まだ降りない僕です。まだ降りないんですね。はい。ディーン、止まりました。シュッシュッシュッシュ。距離を取りましょう。これは距離を取りましょう。なんか、暖かいの嫌ですし、隣の人のぬくもりが伝わってくるの嫌ですし。途中経過。今回の5問は、そこはかとなく読めてるっぽい。イエーイ！なんか、そこはかとなく以外の評価を見た記憶が、今まで一度たりともないんですが、気のせいですかね。NEXT! 16問。あー、いいうえ。あ、そういうやつですか。私別に私あなたたちご一行ではないので、別についていく言われはないですね。ご一行ではないので。第17問。エレベーター？地下1階。一回、つけました。あれ、動けない。ごめん。違うんです。違うんです。動きたかった。操作がわからなかっただけ。動きたかった。動こうという意志はあった。第18問。はい。さっきと同じようなシチュエーションですが。めっちゃみんな上見てますね。はい。4回、5回。うん、6回。7回ですね。8回、そろそろ着きます？くー。え？お腹鳴りました。今、お腹鳴りました？今、何ですか？何ですか？特になんか動きが取れませんでしたけど。第19問。よろしくお願いします、先方。にょーん。でれれ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 ナイスファイトですね。ええ。ナイスファイトですね。はい、頂戴しちゃってください。ナイスファイトですね。これは、私となかなかいい勝負ができる。ナイスファイト。ナイスファイト！第20問。リンゴ、イチゴ。え？あ、そういうやつ。で。エザエさんですね。これは、やっとかないと子供が喜ばないですからね。途中経過。今回の5問は、ほんとやんわりと読めてるっぽい。下がった。空気読みレベルが下がった気がする。では次、引き続きやっていきますよ。第21問。お腹が痛いですわ。トイレ大事に。ああ、なるほど。そういうことですか。開けましょう。ここは開けましょう。はい、開けましょう。ちゃんと、音も隠しましょう。よし。第22問。インベーダーですね。痛い。瞬殺されましたけど。はい。パスワードはガン見していくスタイル。よく見ていくスタイル。売上表もよく見ていくスタイル。あんなもんは出す方が悪いですね。24問。花粉症の季節です。オープンカフェ大草原行きましょう。うわ、めっちゃ花粉症っぽいじゃないですか。大丈夫ですか？はい。でーん。顔にめっちゃ銃口突きつけられましたけど。今回の5問は？
めっちゃ読めてるでしょ。ほんとやんわりと読めてるっぽい。イエーイ。ほんとやんわりとが私の軸かもしれない。第26問。またこれですか。あ、これはもう空気を読んで。空気読んでいかないとですね。はい、チーズ。パシャ。よし。これはもう思い出に残る。一生思い出に残ります。第27問。お前の塩。ドルドル、ドルドルヌードル。4、5、6、7、8、9。今ですわ。うっちょ、超早い。超早い。ちょっと早い。まあ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 。まあ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 。よしとしましょう。28。てててトゥピオカ？トゥピオカですか？トゥピオカですか？やだ！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 お前らが行け！お前らが行け！私は一人残ってみせる。よし。私は食べられたりしませんわよ。よし、よし。生き残ってみせる。生き残ってみせるぜ。第29問。雨、お兄ちゃんお腹すいた。お兄ちゃんがお金を稼いでくるから頑張るんだぞ。ウルトラ横断クイズ、ニューヨークに行きたいか。今この問題わかる人いますかね。日本で一番高い山は富士山だ。丸か×か。イエーイ、丸ですわ。なんであの子わかんないんですか。あの子わかんないんですか。ちょっと。第30問。てってえ？さて、あ、そういうやつ。裏方さんにもスポットライトを当てていきましょう。裏方さんにもね、スポットライトは大事。みんなが裏方さんがいるからこそこういうステージもね、ちゃんと成り立つわけですから、ちゃんと裏方さんにもね、スポットライトを当ててあげるのが大事だと私は思いますわ。途中経過、今回の5問は、ドゥルルルル、なんとはなしに読めてるっぽい。イェーイなんか、なんとはなしに以外の、なんとはなしにと本当やんわりの以外のね、票が得られませんけれども。31問、もうちょっとやっていきましょうかね。50問ぐらいまでやっていきましょう。ディーン、この天性のセンス。練習で身につくものではないわ。はい。やはり私の目に狂いはなかったよね。この子、100年に1人の天才よ。この子の前では、城ヶ崎麗子でさえ誰ですか。ただの、お遊戯。ふふ、4年後が楽しみだわ。今は醜いさなぎ。でもいつか必ず蝶になる。世界に羽ばたくパピオンよ。私にはわかるわ。え、押すとこありました？押すとこありました？わかんなかった。全然わかんなかった。ヒーロー戦隊3レンジャー第2話。暗い必殺技3レンジャーアタックオーパー。このままでは終わらんぞ。3レンジャー。貴様たちもここまでだ。巨大化ですね。巨大化したんですね。今私の行動によって。石油王がいらした。石油王がいらした。ああ、そういうこと？そういうことですか？そういうことですか？今エネルギーカーっていうのもありまして、今ね、石油に頼らないエネルギーカーっていうのもありまして、何でしたっけこれ？なんたらかん。下。上。右。わからん。あれ、山間でね、言う人いますけどね、視力検査の全く意味ないですからね。わかんなかったらわかんないって言わなきゃダメですよ。今から手分かち、仕方ありませんわね。みんながポタポタしてるから仕方ありませんわね。途中経過。今回の拷問は、そこはかたなく読めてるっぽい。あれ、グラサン外せたのかな？36問。エレベーターですね。ピー。さあさあ、行ってください。私はいつもこれしますよ。でもたまに開けると閉める。間違いますよ。第37問。彼女と電車でどこかへ行く。
トゥ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 。座るよ。ここ座る。ここ座る。ここ座る。端っこ座っていいよ。ここ座る。ここ座るよ。第38問。3201円のお菓子です。はい。今はね、あれですからね、コロナウイルスの影響もありますから、ちゃんとトレーにね、やりましょう。前ならえ、ピシッ。コマンドがわからなかった。気をつけ、ピシッ。座っちゃった、座っちゃった、座っちゃった。回れ、右。あれ、ちょ。回れ、右。ちょ。回れ右とか久々すぎて。てか、後ろのやつこれ。後ろのやつちょっと待ってください。なんか、赤棒の付け方、赤白棒の付け方おかしくないですか？あ、なんか具合悪くなったやつがいる。お、何しとんねん。お、何しとんねん、オンドレ。お、大丈夫か？お、大丈夫か？お？第40問。日本で一番高い山は富士山だぜ、伸びろーれ。僕は木の人形さ、伸びろーれ。全身鉄でできている嘘つくな。この間、電球は俺が伸びろ、オラ。僕が有名なことも違うだろう。今年も抱かれたい男、嘘つくな。フォロワー1000万人、どんどん伸びろ。どんどん伸びろ。プロサッカーチームにどんどん伸びろ。チームが俺の話、どんどん伸びろ。途中経過。今回の顧問は、なんと話に読めず、そこまで伸びるんだ。すごいですね、花。第41問。スライム。めっちゃいますけど。ファイヤーフォーメーション。ファイヤーフォーメーション組みましょう。ドゥルルルルル。第42問。果たしてサマルトリアは生き残れたのか。彼氏。今日は彼氏とデートだ。ホテルアイヌス。これオープンカフェ大草原でしょ。これオープンカフェ大草原ですよ。鹿だし。第43問。クラウチングスタート。セット。ゴー。ちょっと遅かったですね。いや、これ右キーで行くか Z キーで押すかがね、割と判断が悩むところだったりします。成果で、なんか今。あれ？なんか今いましたよね。なんか私一瞬いましたけど。私一瞬いましたけど。遅かったか。聖火でタバコつけたかった。第45問。お待たせいたしました。私のどうぞの合図で、ボタンを押してください。ご準備は、はい、大丈夫です。いつでも。それでは、シャラジャッ！そういうことする？そういうことする？今回の誤問は、なんとはなしに読めてるっぽい。セット、マーク、ゴー。46問。はい。落ちてった。かわいそうな。第47問。電車ですね。電車乗ってますね。ん？ああ、よくあるある。ある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 。あるある。届かなかった。足が短かった。足が短かった。申し訳ねえ。あるあるですね、あれ。第48問。ドキドキ。くす玉の係です。割る係ですかね。くす玉は同時ならいいけど。はい。私のどうぞの合図で。ああ、なるほどね。今度は多分道路はないでしょう、きっと。うん。では、一発目で行きましょう。それでは、どうぞ！よし！切った後でしたかね。ちょっと早かったような気もしますが。第49問。エスカレーター。これはもうパパッと降りていかないとね。後ろから蹴り飛ばされますからね。これで OK。第50問。さあ、今回はここまでやっていきましょう。またあなたたちですか。うちも十分のチャリ欲しいな。兄ちゃんに任せなさい。ロードレース大会、優勝者には新型自転車贈呈。レッツゴー。
シュコ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 、新型自転車は誰の手に、いよいよラストスパートだー。うわー、うわー、こんなところに、うわー、こんなところに特に何もなかったぜー、特に何もなかったぜー、優勝だー、イエーイ。途中経過、今回の5問は本当にあんわりと読めてるっぽーい。はい、といった感じでね、今回の空気読みはこの辺りで終了とさせていただこうかなと思います。おそらくね、100問まであるので、また後半戦もね、いいですか、やっていきたいと思いますわよ。まあ皆さんね、今回も私のエアリーディング力におののいたかと思いますが、まあこれがね、社会人の常識というやつなので、まあ皆さんね、私を見習って日々空気読みにね、精進していただければと思いますわ。はい、といった感じで嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。